皆さんこんにちは楽天証券経済研究所客員研究員の関谷吉和です。今回もよろしくお願いします。本日はですね中国経済についてお話をしたいというふうに思います。あの皆さん連日ですねおそらくですねあの上海まあ人口2500万人の上海ですけれども上海でロックダウンが 起きていて、まに、大きでて、そこで,です、ね、工場が閉鎖されたりとか、えー、供給網に影響が出たりとかということで、上海のロックダウンというのは、ですねおそらくまあ当時の武漢ほどではないと思うんですけれども、日本でもニュースになっているというふうに指します、まあ、そういった中で、ですねあのまあウクライナ情勢の影響も受けて、中国経済どうなるのかということで、最近、ですね李克強首相が国内の起業家であったりとか、地方の自治体のトップであったりとか、そういった人たちとですね立て続けに座談会をやって、この経済、下向き加減のあるこの中国 中国経済というものをどうやって作っていこうか対策を打っていこうかということをですねあの話をしていたので今の中国経済どうなっているのかこれからどうしていくのかというところを本日はお話ししていきたいという,ふうに思いますあの中国にはですね経済,経済基礎が上層建築を決めるという、まあ、マルクス主義に基づいた言葉があるんですけど要はですね経済が政治を決めるということですねその経済情勢以下で政治の構造にも影響が出てくるということで特に今年はですね2022年 習近平さんの再選がかかった党大会5年に一度の党大会が秋にはありますからそういった中でも経済の状況というのは非常に今年重要だということで本日見ていきたいというふうに思いますえ仮にこの動画面白いとお感じになった方はですねぜひチャンネル登録そしていいねを押していただけると大変勇気づけられますはい本日もパート1、2、3でいきますまずパート1はですねウクライナ情勢とロックダウンで低迷する中国経済と上海の現状はどうかと いうことでいきますでパート2は、えー、李克強首相が企業家を集めて経済情勢対策に関してヒアリングをしましたとその模様をお届けしますそれパート3としてはですね、えー、李克強さんが懸念を抱く3つの経済要素ということで、えー、食料エネルギー物流と、まあ、この3つの分野というのを見ていきたいというふうに思いますお付き合いください 早速、パート1ですけれども、えー、まあ最新のです、ね、足元の中国経済をめぐる指標というのがいろいろあるんですけれども、なかなか芳しくないということですね、例えば3月31日に国家統計局が発表した PMI ・製造業購買担当者景気指数というです、ね、まあ、この50というのが、この交付調の境目になるわけですけれども、これがです、ね、5ヶ月ぶりに49.5と。 まあ前月よりも0.7ポイントも低下をしてですね50を下回ったと、まあ、これ当然50を下回るとですね景気が下向いているということですよね。まあ、中国の政府が発表した統計ですけれども、例えばその財新最新というですねあのまあ中国のまあリベラルな経済メディアがあるんですけれども、ここが発表している数値なんかは49.5%よりも悪いということで、景気は若干ですねこの下向いているよと、まあ、そういったところが見て取れると、あるいはですね CPI、ですね消費者物価指数なんか見てもですね4月11日に統 局が公表しましたけれども、前年同月比で1.5%上昇ということで、1月と2月はですねそれぞれ0.9%だったので、ここにきてですね一気に0.6%上昇して、まあ、インフレ、物価の上昇、インフレリスクにもまあ歯止めがかからないと、まあ、こういった状況が続いていますと、まあ、こういった状況を受けて、ですねこの国家統計局の JAO さんというです、ね、でこのサービス業調査センター、高級統計士というまあ肩書きを持っている方が、ね、こういうふうに言っているんですね。 直近、国内における多くの場所で集中的な感染拡大が見られ、加えて地政学的な不安要素が明白に増加したことで、我が国の経企業生産、経営活動が一定の影響を受けていると、統計は我が国の経済をめぐる全体的な景気水準が一定程度低迷していることを示していると、まあ、中国の当局としてもですね景気が低迷しているというのを認めているわけですよね。 まあそれだけじゃないんですね例えば自動車、まあ、中国なんかはです,、ね、もうすでに自動車販売大国ですけれども、中国乗用車協会の公表によると、2022年、えー、第一四半期、えー、1月から3月です、ね、の自動車販売台数というのが前年同期で4.5%減りましたと、直近の3月は、えー、前年同期で10.5%、減の158万台と。 なってですね、まあ、ロックダウン、特に上海なんかはですねこの自動車という産業をめぐる、まあ、このバリューチェーン、サプライチェーンにも深くコミットしているというのもあると思うんですけれども、あとまあ吉林省の長春とかですね北の方ですけれども、まあ、こういった都市でまあ感染拡大の結果、一部ロックダウンを行われたりして、この生産活動であったり、物流であったり、販売網であったり、あるいはその客足が遠のいたりということで、まあ、確実にですねこの景気に、供給需要、双方の面から、 圧迫がかかっているという状況だというふうに思いますね。まあ、先ほどあの冒頭で申し上げた。じゃあ、上海の現状どうなの？という風に見てみとるですね。過去数日の新型コロナの新規感染者数、これ無症状の人も含みます。けれども、というのを私あの調べてみたんです。けれども上海だけですね4月の9日。 2万4943人、10日2万6087人、11日2万3342人、12日2万6330人、そして13日2万7719人ということで、この数値でも一番高いのが、まあ、昨日う、4月の13日ということで、なんといってもです、ね、中国全土における新規感染者の9割以上、9.5割以上といってもいい。 が上海だとということで、まあ、当時の武漢なわけですねまさに、まあ、当然、ですね今はオミクロン株が主流となっていて、当然、PCR 検査もたくさんやってますから、当然、感染者数というのは統計上は増えていくわけですけれども、まあ、予断を許さない状況が続いていると、まあ、私もですね中国の国内、まあ、あるいは海外に住んでいる中国の知人なんかとか話をしていると、ですねもう二言目には上海ばいよと、上海まずいと、まあ、場合によってはですね上海何やってんだと。 あのこれまで上海というのは中国で最も先進的な都市だと思っていたと、この民,民度も高いと思っていたけれども、上海全然ダメじゃないかと、実は中国で一番遅れた地域なんじゃないかとです、ね、まあ、こういったですね非難する声も聞こ,聞こえてくるということですよね、ですからまあ上海は、ですねただでさえ中国において、私も上海半年住んだことあるんですけど、上海の人って、まあ、なんていうんですかね、縄張り意識というか、 ここは自分たちの島だみたいな意識が非常に強くてですねどうしてもその外から来た人に対して。 こう、上から目線で見る傾向があるっていう、これは私も感じたことがありますし、まあ、一般的にはそういうふうに言われていると見られているということですけれども、まあ、ここに来てですね、これまでの多くの人たちの鬱憤がですね、爆発するかのように上海ダメだっていうですね、こういう若干のネガティブキャンペーンも起こっているような感じもします。はい。まあ、そういった中でですね、上海市政府の感染防止策を問題視する声もあるということですよね。ただ一方で、その、中国の政府は、まあ、今年に入って、その、オミクロン株が流行する中でですね、例えば、天津、まあ、北京の横ですけれども、天津。市 1> で1月の8日から感染が拡大した後に1月の21日には感染者をゼロに戻しましたとかあるいはあの先日ですねちょっと前ですけれども広東省の深圳で取られたロックダウンが10日以内で解除されたと、まあ、こういった実例を挙げながら今上海で 爆発的に感染拡大が起こっているけれども、中国としては引き続き、そのいわゆるゼロコロナではなくて、まあ、中国では動態的ゼロコロナっていうわけですけれども、経済に対する影響というものを最小限にとどめる形で、かつ感染拡大も防止をしていくと、まあ、こういった策を引き続き取っていくということを言っている、だから上海で当時の武漢とかですね、あるいは今年の年,年初の西安のように、もうザ・ロックダウンみたいなことはしないと、できる限りこり細かく細かく綿密に、この地域はダメですよ、 この地域は自由にやっていいですよ、まあ、そういったことをですね非常にこう細かく分けながら、なんとか経済、まあ、供給も物流含めてですけれども、そこに対する影響を最小限にとどめると、これ、上海って、あの皆さんあの、特に日本だと、ですねやっぱりどうしてもこう一部都市にこの経済が集中しちゃっているところあると思うんですけれども、中国ってやっぱりでかいですから、上海の GDP が全国、中国全体に占める割合って皆さん、どんぐらいだと思いますか、3%ぐらいです。 3%でしかないんですねでトップが関東省で10%ですただ上海ですから単なる3%じゃないんですね当然上海というのは中国における、まあ、ビジネスの中心であってこの生産販売、えー、物流などを含めてです、ね、当然その中国と海外外国企業が 中国においいててヘッドクォータータを置いている日本企業なんかそのど真ん中だと思うんですけれども、ですから単にこの GDP が3%しかないから大したことないねっていうわけじゃないんですよね。当然、この経済活動全体に関わる潜在力というか、インパクトを持ち合わせているのが上海という場所なので、特にこう日本企業の方々なんかは、非常にこう今まさに今現在ですね、非常にこうもがきながら。 右に行ったり左に行ったりするこういった当局の政策にある意味振り回されながら日々、生活、仕事をされているんだなというふうに私は察しますけれどもまあ上海、これからどうなっていくのかというところですよね、そういった中で,ですね中国ってまあ社会主義体制でまあ社会主義体制のまあ一つのアドバンテージというのはまあもちろん多くのディスアドバンテージもあるわけですけれどもまあ一つのアドバンテージというのはお上がこうしろと言ったらこうなる。 あと、これ民主的な議論を経なくていいわけですから、当然早いですよね、これって。あとは、その多くのリソースを大規模にスピーディーに動かせるってこれは当然社会主義の、まあ、 特にその危機管理とか、ですねこう有事に対して強いという側面はもしかしたらあるかもしれない、で実際、中国の当局っていうのは、そういうふうに自らの状況を宣伝しているわけですよね。例えば、の今のこの上海に感染拡大が集まっている状況下で、ですねあの全国各地から上海への医療であったりとか、物資の支援が大々的に送り込まれていると。 例えば、そのの担当このコロナの担当当局である国家衛生健康管理委員会は、全国の16の省、中国に全国で31の省がありますけれども、16の省から、省というのは日本の県に相当しますけれども、省から4万人以上の医療部隊が上海に送り込まれて、1日238万件に及ぶ上海市民への PCR 検査をやっていると。当然 PCR 検査やるって言ってて言も人が 必要ですからねこれがもう全国各地から4万人医療部隊が送り込まれてきていると、すでに。それだけじゃなくて、4月の11日までに11の省から計1.8万トンの野菜などのこういったまあ食料品を含めた生活物資が供給されていると、パン、まあ、食べるパンですね、パンとかも5400トン、えーまあ、パンだけじゃないと思いますけれども、こういった食料品も無償支援されているということで、まあ、今こそ全国民が一体となって、 まあ上海を助けると。だって9.5割が上海なわけですから、感染者数のというような状況にある一方で、先ほど私が申し上げたような、いや、これまでね、 あの全国民は上海人にバカにされてきたと、なんでこの後に呼んで上海人に助けなきゃいけないんだといな、そういう世論もあるということで、非常に複雑な状況なんだというふうに思いますけれども、この先、ですねこのまさに中国経済、どうなっていくのかということを考えたときに、今回のこのテストケースで、上海において感染拡大がどのようなスピードで、スケール感で抑止されて、その過程で経済がどういうふうに再び動いていくかっていう、これは非常に注目だというふうに私は思います。はい ここからパート2に行きますけれども、あのまあ、そういった中で,です、ねあの、中国の共産党、中央政府、まあ、中国にはこの党と政府っていう、まあ、2つの2大挙党があります、当然、党の方が上なわけですけれども、まあ、その政府のトップが李克強首相なわけですけれども、中国の,この政策決定って面白くて、何かです、ね、問題がある、例えば今回のように上海が一部都市封鎖で苦しんでいるとか、あるいはウクライナ情勢で物価が上がってますとか、まあ、こういった状況の中で、 この党とか中央の指導部が往々にやることというのは、座談会っていうのを開くんですね、座談会を開いて、例えばその経済の専門家とか、あるいはその地元で活躍している起業家のトップとか、こういった方を招いて座談会をして、どうなんだ、どうなんだっていうことをですねクローズドで聞くわけですね。 で聞いた上でそれを政策に反映させていくっていうこういった手法を取ることが多いわけですけれども今回もこれがありました4月の7日、えー、李克強さんがですね北京で経済の専門家や起業家を招聘して経済情勢と対策について話し合いましたとで収集された人というのは、まあ、向こうはこれ毎回異なるんですけれども、まあ、これテーマにもよるんですけれども今回はですねこの企業を見てみると面白くて中国物流集団 中国農業生産資料集団、チンタオイノベーション基地科学技術講師、まあ、こういった企業のトップが、えー、責任者が呼ばれたということですね。リ、ま、ー、あ、さんが昨今の情勢において、物流であったりとか、食料であったりとか、科学技術といったこういった分野に関心であったり、懸念を抱いているという現状が見て取れるということだと思うんですね。まあ、こういった中で李克強さん、いくつかこう大事なコメントをしているというふうに私は思うんですけれども、3つ紹介したいと思います。 キョうさんのコメント、これは今のトップの指導層が考えていることを反映しているということだと思うんですけれど三3つのコメントを紹介して、私なりにこう解説したいと思うんですけれども、1つ目が、えー、昨今の世界情勢は複雑に変化しており、国内への新型コロナの感染拡大している、いくつかの突発的要素は予想を超えていると。 経済の安定的運行により大きな不確実性と課題を投げかけているとまあ、こういったことを言ったわけですねこの予想を超えているというねこの表現って非常に珍しいんですねあまり見慣れないですつまりその中国政府のトップとしてウクライナ情勢とか新型コロナの感染拡大を受けて中国経済に与える不確実性インパクトというのが李克強首相の予想を超えるものだったと超えるほどに不確実でマイナスなものだったということを とととしても持ってっいいるいうここでですすねこれ非常に重要なシグナル二つ目に、こう言っています。物価を安定させるために、食料生産、エネルギー供給、物流の円滑な運行といった肝心な点をしっかりと掌握しなければならないというふうに言っていると。これは特にですね、こうインフレリスクが高まる中で、やっぱり物価の安定というのは最重要事項の一つであると。その意味で、目下価格高騰が懸念されている食料、エネルギー問題。 そして新型コロナの影響を受けたサプライチェーンの問題、こういったものをいかに処理するかということが、物価を安定させる上で鍵を握るというふうに、異国共産は考えているということですね。これ、極めて重要なポイントだと思います。3つ目に、ちょっと長いですけど、こう言っています。石炭、え、石炭って感じですけれども、石炭の先進的な生産能力をより一層解放し、石炭や電力企業がより多くの発電をできるような政策を実施していくと、エネルギーの安定供給を保障していくと。 政策協調を通じて主要な交通網、えー、港といった要となるインフラの秩序ある運行を保障し、貨物車の運転手をサポートしたり、貨物経営者の困難を緩和したり、物流コストをカットしたりという、まあ、そういったことをやることによって、ピンポイントで措置を取っていくと、その中で国内外の物流を円滑に運行させて、産業網や供給網の安定というものを維持していくと、これも二国共産の肉声ですね、こういうふうに言っていると。 まさに、ですひ、ねまあ、一言で言えば、環境よりも景気優先ということだというふうに私は思うんですけれども、特にですね、昨年下半期からまあ電力不足ってあったのもです、ね、こう中国においても電力不足というのは、経済的にも大きな不安要素だったと、これを受けた一方で、中国というのは国家戦略としてグリーン政策、大気汚染の解消、地球温暖化への対応、こういったものを国内外で重視していくと、2030年には二酸化炭素の排出量というものをピークにして、 カーボンをピークにして2060年にはカーボンニュートラルと実質ゼロにすると、まあ、こういった目標を掲げているわけですよね。ですから長期的に見たら化石燃料を減らしていくと生産も消費も減らしていくと一方でその風力とか太陽光とか、まあ、原発とかこういったものを増やしていくことでより自然に優しい経済構造にしていくというのが中国の長期的な国家戦略ですけれども足元。 13億、14億が食っていかなければいけない中で、そんな2060年の、ね、目標のために今を捨てるなんてことはできないと、14億が路頭に迷うわけにはいかないんだと、まあ、そういう中で目下は足元においては、ですねこの環境汚染に配慮した政策というよりは、 電力の安定的な供給であったりとか、こういった分野の価格の安定といったものを優先しますよということを言っているわけですよね、まあ、これなんかは非常にです、ね、あの面白い傾向なんじゃないかなと、まあ、状況次第においては対策も政策も臨機応変に変えていくと、まあ、こういったですね中国の政策決定プロセスのまあ一種のですねこのダイナミクスというものが反映されてるんじゃないかなというふうに思いました、はい、最後にパート3ですけれども。 先ほど起業家と座談会をやったということですけれども、この4月7日の起業家との座談会を受けて、その数日後、4日後ですね、4月の11日にですね李克強さんが厚生省というですね、まあ、南の方にある、あのー、省がありますけれども、ここを訪れて、地方政府の市長、まあ、政府のトップですよ、まあ、日本というところの例えば静岡県知事とか秋田県知事とか、まあ、こういった人たちですね。こういった人たちを 集めて対面とオンラインのハイブリッドで座談会を行いましたと、まあ、起業家との座談会というのは主にこれ、ヒアリングですね、皆さん現場でどうですかというふうにヒアリングをすると、今回の座談会というのは主に指示を出す、だって李克強さんというのは彼らの上司ですからね、李克強さんは中央政府のトップですから。 今回、収集された人たちは地方政府のトップですからね、政府のね、当時なくて政府のということなんであの、指示を出したということですけれども、当然、ですね、このヒアリングの結果を踏まえて指示を出しているということですけれども、非常にこう似通った内容だったということで、ここでもですね、3つのポイントを挙げて、私なりに解説していきます。つつ目がですす。ね、異国ににうううに言ってて、いいま内外のの環境におけるいくつかの予想を超えた変化に対して 高度に警戒するる必要がある、えー、経済の下振れ圧力はさらに高まっている、えー、新たな課題を制視し、まあ、正面から見て、えー、断固対応せよというふうに言っているわけですねまさに、あのー、座談会を受けてですね中央政府としても予測できなかった不確実性に対する対応というものがいかに重要かということを同僚に対して部下に対して命じたということですねと、まあ、としてもも景気のの先行きというものを 楽観視ははしてていいいいいいないとととううううううここだというふふににに私は思まますすつ目にこういうふうに言ってます春季、春ですね、えー、春季の農業生産、農業企業による物資,物資の供給や価格の安定、末端の配達などにきちんと取り組み、絶対に遅延させるようなことがあってはならないと、えー、通年の食,食料をめぐる方策というものを確保し、物価の安定を基礎とせよというふうに言ってるわけですね。 まあ食料、特に食料なんか、まさにね,ですね、このウクライナ問題なんか、直接的に関わるわけですね。例えば2021年、中国、まあ、トウモロコシって非常に重要で、多くは輸入してるわけですけれども、中国が輸入するトウモロコシの3割がウクライナから輸入されてるんですね。でこれなんかを見てても3割っすすごい数字ですよ それだけを見てもウクライナっていう国が中国にとっていかに重要か,か中国ってやっぱり豚肉とかねたくさん食べるわけですけれども当然その飼育用の肥,あの肥料とかも必要なわけですよねここにもトウモロコシとかたくさん使われますから当然非常に重要な物資なわけですけれども、まあ、そういった食料をめぐる供給であったり価格の安定というのが昨今 経済政策をしっかり回していく上で極めて重要なんだということを二国共さんは思っていると、指示を出したということですね。で、最後に、電力や石炭などのエネルギーの安定供給を保障し、国内の先進的な石炭生産、供給を加速的に開放すべきだと、えー、昨今における物流の中断が経済循環に与える影響というものを高度に警戒せよと、重視せよというふうに言ってるわけですね。で、これなんかはまさにあの座談会と似てますけれども、やはりそのエネルギーの安定供給。 物流の円滑な運行こういったものが景気を支えるために重要なんだというのが見て取れると、まさにこれまで私が見てきたように、ですね企業家との座談会、地方の市長との座談会を経て、まあ、今の中央政府として考えていることが非常に如実に浮かび上がってきたと,それと、それは基本的に同じテーマを通じて語っていたと、まさに食料、エネルギー、物流ですね。食料の生産、エネルギーの供給、物流の安定的な運行これが今、李克強さんから見て、目下、 中国の経済活動、ウクライナ情勢とか、一部都市のロックダウンとか、こういった予想を超えた不確実性が顕在化する中で、中国の経済活動に打撃を与えている3つの要素、不確実性なんだということを李克強さんは考えているんだと。これは私は極めて重要なポイントだというふうに思います。最後に、4月の11日の座談会で,です、ね、李克強さん、こんなこと言ってます。2つ言ってますね。私は非常に重要だと思いました。1つ目が新型コロナの 感染拡大、その対策の影響を深刻に受けた分野、業界、企業に対しては、点対点、つまりピンポイントですね、ピンポイントでサポートせよというふうに地方自治体の市長に言ってるわけですね。2つ目としては、困難が多ければ大きいほど、市場のプレイヤー、起、まあ、業家とかビジネスマンとか投資家ですね、市場のプレイヤーに対して、良好な商業環境を与えなければならないと。 市場の期待値を下げるような政策を打ち出してはならないんだと。分かったかと。仮にそんな政策があるんだったら、直ちに是正せよって言ってるわけですね。これなんかはですね、非常に強いメッセージですよ。だって、地方の市長からしたらですね、李克強さんから言われてやらないってことはありえないです。これはもう自分の首を絞めるのと一緒ですからね。これ人事がかかってますから、これは極めて重要だということに私は思いますね。というふうに考えると、李克強さんはですね、 彼が少なくともまあ、李克強さん、北京大学卒業なんで、以上、私の先輩ですけれども、李克強さんはインフレリスクやコロナショックに見舞われている現状だからこそ、経済を市場原理で、市場のメカニズムで運営させること、その過程で政府が余計な干渉すべきではないということを謳っているわけですね。まあ、中中国国経済とか中国の この市場というものを見ている我々からすれば、ですねこのよく言ったって感じだというふうに私は思うんですけれども、問題はこれがどう実践されるかですね、当然これは李克強さんが鶴の一声として放てば、それで終わりというわけではないですね、当然ここには中央と地方のコミュニケーションであったり、政策の協調であったり、あるいは李克強さんが言っている以上に突破、習近平さんですからね、この習近平さんの立場であったり、意向がどういうふうにその、 各地方における経済活動に影響してくるかということも非常に大事なので、私はやはり、金が申し上げているように、中国というのは、やっぱり政治経済学なんだと、この政治学も経済学も独自には存在しないと、私が冒頭で、経済基礎が上層建築を決定するというこのマルクス主義の言葉、まあこれはもう両者、弁償的な関係にあるというのはマルクス主義の見方ですけれども、やっぱりその経済が政治を決めるんだと、そして政治あっての経済なんだと。 こういったあの特徴が今になっても中国では非常に顕著に見られるということなんで中国という国を理解するためにはやっぱりその政治と経済っていうのは切っても切り離せないと、まあ、そういった関係にあるんだというふうに思いますとそういった模様を私も本日です、ね、新たにしているということでございます。はい あの4月の18日、えー、来週の月曜日ですね、来週の月曜日には、ですね今年の第1四半期、1月から3月の GDP の成長率であったり、固定資産投資であったりとか、ですね消費小売だであったり、こういったデータが出てきます。ま,あ、またそれを受けて、ですね、まあ、この動画でご報告する機会があるかもしれないですけれども、中国経済、ますますこう目が離せなくなっていると、世界情勢が緊迫に動いている今だからこそ、やっぱり中国経済。 やっぱり中国経済と世界経済のつながりというのはですね、世界経済とロシア経済のつながりどころじゃないですからね。当然、その中国がくしゃみをすれば日本を含めた他国が風を吹くみたいなこういった相互依存性も見られるわけですからまさにですね、中国経済、今年という2022年という政治の季節だからこそこれまで以上にしっかりウォッチしていく必要があるかなというふうに 感じていいる今日この頃でございます、はいえー、楽天証券の投資情報メディア、投資ルがお送りしてまいりました。仮に私の先ほどの話、少しはためになったなと思われた方は、ですねぜひチャンネル登録、そしていいねを押していただけると大変勇気づけられます。またお目にかかります。ご清聴ありがとうございました。